も最近すごくここにセルフレジ登場するんだっていうような地下街とかの、うん、なんか安い人気のこう八百屋さんみたいなところもセルフ、うん、支払いだけセルフレジなんですけど、うん、ピッピは店員さんがやって、うん、でもやっぱそこで案の定おじいちゃんおばあちゃんが渋滞してるんですよ、うん、から、うん、その急に機械化がこうやって訪れた時、うん、なんか果たしてその何十年後かに何が機械化されるかもちょっと想像できないけど、うん、結構これは大変なんだろうなって。ちょっとセブンでこの前びっくりしましたね。ちょっとセミセルフみたいになってますよ。セビ、あ、セビに出ちゃった。なってるめちゃめちゃ冷静に、うん、お金そこから入れてくださ い, なんかみたいに、どの方法か自分で選んでくださいみたいな、うん、ね、びっくりして。ローソンとか違いますよ ね, まだ普通ですよね。そうだそうだ、うん、普通に視界に入ってないんだよ。なんか普通になんか急に言われて、うんうん、え、何みたいな、ね、で選ぶやつですよね。あれセミセルフですよね。あれはやっぱセミなのか。商品登録は店員さんがやって支払いが機械っていうのはセミなのかな。うん、ね、なんか最初ねもうね丸投げだったんだよ。で、うん、サポーターさんが入ってくれるようになったんだ。なったんですか。そう最初だから私が初めて体験した GU 事件、うんうんうん、GU で、うん、なんか買おうと思ったら、うんうん、もう誰もいなくて、おー無理、なんかなんだっけ、どんなんだったかな、なんかコインロッカーみたいなとこちょっと入れるみたいな感じかな。なんか商品を見るみたいな。その今だとなんかもう載せたらそのまま全部スキャンするとか、うんうん、それまで行かない段階で GU がやったんだよ、うん、でももう二度と GU 行くかとか思ったぐらいパニックになったんだけど、うん、そっからちょっと改善されてって、うん、人が立つとか、うん、もっと分かりやすくなるとか、うんうん、最初のなんか GU なんか何か調べてほしいけど GU、はい、すごい怖かったのよ。すごいパニックだったって書いてきた、うんうんうん、まあ、私なんかもうなんていうのかな、こういつものルーティーンでことを過ごすように生きてるから、はいはい、シャンプーとリンスのいつもの位置が変わってるだけで、はい、もうパニックを起こす、出てきた色が違うみたいなパニックを起こすとか、はいはい大パニックだったんだけど、今も全然率先してそっち人と接しなくていいんだったらって思って、うんうん、そうですよね。ちょっと聞くけどね、人と接しなくていいってそのコロナ云々じゃないの、私もともとのコミュ障だから喋らなくていいんならっていうので喜びさんに行くけどね、うん、難しか最初はね、最初はね、難しいセルフレジ全部そうなってきたら結局そのもう抵抗しないってことだよね。もう慣れてきちゃう。そうですね。うんうん、っていうかどうなってんだろうと思ったの。最初そのね教えてくれる人いなかったのよ。今はなんかこう見守りみたいな。そうそう、見守りのなんかおばちゃんみたいな。見守りおばちゃんがいる。その見守るおばちゃん最初いなかったのよ。強かったの。意地悪。必要と思われなかったのか。いけんだろうと思ったんだよね。嘘でしょ。だってそういうのを導入しようとする人たちっていうのはさ、できる人たちだから思考がさ。もう便利、素晴らしいと思ったんだよね。そう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 、導入するの。思いのほかみんな適応能力低いってなって、うん、そのサポートがちゃんとできてっていうことだと思うんだけど、なんかもうさ、あれよね、一番大事なのはそれができるようになるかとかじゃなくて、そうなった時に、あ、やだ、うっとかって言うのがストレスで良くないから、もう教えてっていう。そうですよね、もう教えてっていう力。そうそうそう。ね、ヘルプを出せる力、ね、そうですよね、だからこそうって思わずに、だから、うん、話戻すとセルフレジも、うん、受け入れると受け入れてね、うん、今からやっとかないと、うん、本当に70、80になった時分かんないことだらけすぎますもんね。大変とか言ってるエネルギーがあるんだったら、うん、対応しろっていう、うん、自分に聞かせてる、うん、だからもう大変とか言わない、うんうんうん、はい、はい、やります、うんうん、はい、粛々と。最近ユニクロすごいスムーズですもん、私。私もユニクロすごいなって思う。だってカゴ置いたら全部わかるもん、うんうん。あんなにセルフなのは結構。ああなるんだ。そこまで行くんならいいよ。行きますね。スーパーもあそこまで行くんですね。スーパーもあそこまで行く。イオンとかそうじゃあります？いや、ないけど、我々がさ、おばあちゃんになる頃は行ってるでしょ、うん、あそこまで行くでしょうね、うん、だって、違いますよ、レジも通さないんですもん、アマゾンの、うん、アマゾンなんちゃらは外国にもあるもうどうなるの、じゃあカゴ商品をカゴに入れて、
でそれはもうアプリかなんかで読み取ってるから、後でカードでチップがついてる、そうそうカードで後で落とされるからレジないんですよ。だからもう自分が1個カゴに入れてくたびに値段がこう表示されてて、なんか上がったりするんだ、うん、値段が。そう、そう、そう、アプリかなんかと連動してて、万引きできなくなっていいじゃん。うん、あ、万引き G メンの仕事がなくなっちゃいますね。でもその人が何かを持ってなきゃいけないんだよね。なんか登録してる人しかお店に入れないアプリか。あ、もともとそのなんかそれを持ってる人じゃないと入れない。アマゾンのそのなんちゃらストアだったら、アマゾンのそのアプリ売れてる人しかお店に入れないから、もう会員登録してるから見バレしてるから。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そうか、じゃあこのセルフレジ時代も短く終わるかもしれない。あの感じ、あれ、あれと一緒ですよ、 MD と。そうそうそう、思っちゃった。 MD があんなに早く終わると、何年くらいですかね、 MD。 何年あったんですか、 MD 短かった。体感で言うと 2,3 年よ。 2,3 年くらいが、 2,3 年はありましたよ。でも綺麗だった MD、 なんか綺麗じゃなかった、紫とか緑とか、まあまあ透明とかもありましたけど、CD がそういうさ、なんか綺麗な色になっていったじゃん。焼くのなかった、焼いたりなかった。 CDR 時代の到来とともに MD は衰退したと思う、うんうんうん、あれ最初はカセットじゃないですか、うんうん、そうカセットに録音とかしてった、うん、で MD 出たって画期的ってなったけど、うん、すぐに CDR の波が、パソコンとともに、そうだね、あ、うん、2台で来たんだ、そのタッグ、タッグというか Windows じゃないですか、 Windows 95じゃないですか、 Windows 95これを大事していた。さっきでもさ、Windows 95だったって初めてパソコンをね、うんうん、買ったのが、うん、だけど本当はあのマックが欲しかった。ああ、マック可愛かった、高かったけど、すごい、でもその時にマック、そう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 、かわいいやつ、ちょっとなんかスケルトン、スケルトン、ね、憧れ、ね、高かった、憧れの品。あ、そう、あ、そんなに憧れるか。あの、あったね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 。なんかいろいろ透けてたね。透けてたね。MD も透けてたし、ね。MD は3、2年、2年ぐらいだったかな。そうだね。セルフレジも MD 派かな。あ、そう、2、3年か。2、3年のうちなんですかね。ね、でもユニクロとかはもうあれカゴでシューだから、みんなあれがあること知ってるからね、これの具合ありますよねって思ってるもんね、スーパーに対して。うん、そうそうそう、だからユニクロ見ちゃってるから、ね、みんな多分スーパーもユニクロぐらいになるなって思ってるんで、なんでさ、それすぐ行かないのかな、そっちに。どうなんだろう、野菜とか、あ、そっか、全部にタグついてるじゃないですか、あのユニクロはね。だけど野菜とかに全部にタグつけるのはまたそれはそう。で、値札の形状とかがいろいろ、バーコードがどこになんかツルツルしてるとかね、全部違いますもんね。あとあれだ、セレクトショップじゃないですか、結局スーパーってなんかおしゃれ、スーパーって結局セレクトショップ、いろんな会社の商品を置いてるわけじゃないですか。そうそうそう、ね、ユニクロはユニクロの商品しかないから、そうだ ね、 ね、もうだって全部統一だから ね、 ね、だから結局どっかで統一する時が来るということだよね、バーコードが。だから直営店のものはやりやすいですね、アパレルとかはどんどん、セブン&アイとかが、そうそうそう、統一してくるんだ。そうかもしれない、サイズ感とかさ、QR コード的にさ、全部共通じゃない、はいはい、あ、ね、あ、でもこちら側が対応できるようになるんじゃない、統一しなくったって何種類か、機械が、スキャン、スキャン、スキャンが、スキャン能力の方が上げ上がるじゃん。なるほど、でもあの、でもユニクロとかとんでもないあの箱の中が、とんでもない電磁波飛んでんだろうなとか思いますよ、ね、あそこどうなってんだろうね、四方八方から下から横から、あそこにちょっと入ったらし、なんか死にそうですよね、手焼けるかもしれない、あのなんか、なんかもイメージはもうミッションインポッシブルとか、あの避けなきゃいけない、シャ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 、そうと思う、体が悪いよな、あそこは体に悪そうですよね、うん、すごいんじゃない、何本レーザー出てる、あんま近づかない方がいいのかな、そうだ、電磁波、ちょっとあれはでもユニクロ、そうか日本だもんね、うん、あれでも電磁波のさ設定がさ低いじゃん、日本海外もっと厳しいじゃん、あそうなんですか、うん、あらまあ、そうよ、あら、じゃあちょっと優しくしてほしいですね、だからもうちょっと厳しくやったらいいんで、電磁波体に優しい、そうそうそう、がいい、
アルミと一緒だからね。本当そのうちなんかそこアリミッターがそうそう来て、うん、もう電車乗れない、何々無理とかっていう子になってくる。セルフレジの文化がストレート寂しい。MD と同じ愛がある、はい、プチ自慢、さっきの自慢で思い出しました、うん、私5年もガチであのバイトでねレジしてたんで、うん、すごい早いんですよ、うん、で、うん、ちょっと前にできたセルフレジだと反応が遅いんですよ。やっぱ私のスピードにピッピッてついていかないの、ね、そう本気の機械じゃないから、うん、ですごいストレスだったんですけど、うん、最近セルフレジが届いたイトーヨーカドーの系列のところは早いんですよ割と、うん、で私が今日いいペースでピッピッてしてたら、うん、隣のおばさまに二度見されました。何ええってピッ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 ってやるから、このお仕事してる人かなと思うね。ああね、うん、カリスマセルフレジ、ちょっとバレちゃったかもしれない。レジのお仕事してんのかな、パートしてるのかな。今現在現役で、それは違いますけど、うん、はい、だからさよくあるじゃない、ここの帰りに買ってるみたいな。レジの人とタメ口とかで喋るみたいな。あ、この人ここの人なんだみたいな。急いでくださいみたいな。上がりなんだみたいな。ちょっと喋ってんなみたいな。確かにそう思われたかもしれない。すごいね。すごい人なんだ。上手な二度見してたから。みたいな。寄りましょうかみたいな。通しましょうか。だからあれなんですね。ちょっとこうレジへの思いが強いんですね、人よりね。そうかも、そうかも。なんでそんなに、あの、セルフレジへの、ちょっと哀愁が強いのかなって思ったんですよ、人より。哀愁か。あの仕事なくなっちゃうっていう。あの仕事なくなるんか、っていう思いが。そうそう、今セルフレジ楽しいから、それが MD 並みの速さでなくなったら、私の今後の楽しみが減る。減っちゃうから。楽しいものができるよ。でもそうそうしたら、シュ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 って自動計算ですもんね、もうね。とか違うことで楽しみができる。じゃあもう呪術廻戦に次ぐ楽しみよ。なんでもさ、ずっとってないじゃん、よっぽどのことがないとさ、いま、うん、だにこれはみたいなのないじゃん、移り変わってくじゃん。本当ですね。だって MD の存在忘れてたんですよ、私たちは。忘れてた？ MD って中にちっちゃい CD 入ってた、ね、うん、可愛かった、うん、四角くてね。で、なんで大きくなっちゃうんだろうね。そうですよね。まあ、なんか入る容量か。容量は大きいんじゃないですか、うん、CDR の方が。だから、あのケースに入ってた意味は何なの？ね、なんであの四角いのに入ってたんだろう。ボロいかな。中にシングル CD 入ってたんだろうね。傷つかない。傷つかない。ちっちゃくて薄いのかな。あ、あの普通のシングルの CD よりもちっちゃかった、ペラペラだったもっとちっちゃいかもしれない。でもサイズはあれよりちっちゃいですもんね。なんだ、マクセルとかですよね。マクセルって今あるの？マクセルとか何だったっけ、まあ、ソニーとかもあるよ。ソニーとかもあるよね。まあ、和田彦が CD のケースを開けられなくて、グーパンチして開けたっていうのが、すごい面白くないですか？どうやって開けんねんって。バンって。それ和田彦すごいなと思う。面白いね。その時代の和田彦面白かったよね。面白かった。破天荒でいいですね。